一応ね黄金比率ってあるんですね。で黄金比率っていうのはどれぐらいにするといいかっていうのをいつも言うんですけど、眉の太さなんかでも基本的にどれぐらいにしたらいいかっていうと、目幅ですね、目の幅、まあ黒目の縦幅の3分の2を太さとして考えてくれたいんですね。でその太さっていうのはちょうど眉頭と眉山の間ぐらいの太さのことを言います。これが大体黄金比率でいうと7、8ミリというところですね。7、8ミリ。でも目の大きさが皆さん違うので、とにかく目が大きい方で黒目 の、あの丸っこい黒目ってありますよね。そういう、黒目の方はその黒目の3分の2ぐらいを眉の太さにとるという感じがいいと思います。それからこの角度ですね。立ち上げの角度っていうのは、すごい急な角度を取るときは40度とかそういうのもあるんですね。目タイプの場合、四角型 の、まあ、あのちょっと立ち上げは40度ぐらいなんですが、通常の今の、まあ、水平眉なんかは10度ぐらいと、まあ、10度ぐらいを取ればまあまあ水平眉ができるということですね。で眉頭の部分ですね、この眉頭というのは70度と書いていますけども、この70度というのは、要は眉頭の底辺から上部に向かう角度を言います。これ結構重要な角度なんですね。これちょうど鼻筋の角度と考えていただいたらいいんですけど、だいたいこれ70度、まっすぐ鼻筋がまっすぐ通ってるのをこう90度としたときに、ちょっと90から20度ぐらいですこう斜めになる感じ、これが自然な感じで顔に、眉頭が鼻筋にずっと沿っていく、こういうなんか輪郭に合った、まあ、眉の形っていうのができます。でそれから眉頭の7、8ミリというのは、これは眉頭のグラデーションですね。薄めにする場所がここですね、7、8ミリ。それから3、2、1って書いてるのは、これは太さの比率ですけども、眉頭から眉山に向かう太さを3としたら、3から今度眉山から眉尻に向かうのが2、そして眉尻が1というふうに、ね、あのこんな感じの比率にすると、まあ見た感じが黄金比率的な眉が出来上がりますよということです。それから眉尻の長さというのは、これは口角と目尻を結んだラインと小鼻と目尻を結んだラインを、まあ、大体よく、ね、言われますけれども、まあ、今基本的には口角と目尻を結ぶラインぐらいがちょうどいいというふうに、まあ、言われています。うん、これはね、あのいろいろとその顔の主なが丸なが、主ながとか丸顔でちょっと多少はそこを、ね、調整するといいと思います。まあ、こんな風にして何もないところに眉を描いていくだけで、やっぱり骨格っていうのはすごく強調されていくのが分かると思います。左の顔と右の顔で全く違いますね。やっぱり凛とした感じにもなっています。でこれはね、僕があのわざわざ NG の眉を描いたんですが、右側が先ほど黄金比率っていう話をした時に、ラウンドっていうね、丸みを持たしたカーブを作ると、まあ、自然な骨格に合うんです。女性の顔ってそんなゴツゴツしたこういうなんかストレートな直線っていうのがあまりないわけですよね。男性の人はまあ直線顔、直線の部分あるんですけどね。そうすると左のこの直線で描いた眉ってすごくなんかあの浮いてる感じ分かりますよね。でそれをね、でもあえて耳タイプの中ではその直線をあの意識して入れてるわけです。ポイントとして入れてるわけですね。だけどあの直線ばっかりでいくとどうしてもこういうふうにして張り付いた感とか強調しすぎる感があるので、ちょっと気をつけてもらう。なんか通常の黄金比率は、まあ、ラウンドというのがいいかなというふうに思ってます。で眉頭の角度見てください。これ NG 角度ね。眉頭の底辺から眉頭の上部に向かう角度が90度よりまだ右側にいってるわけですね。さっき70度って言いましたね。そうすると鼻筋に向かう骨格と相反する方向に眉頭がついてるわけです。だからノリがついてるみたいになるわけですね。まあ、こんなことを、まあちょっと、考えていただくとですね、よくわかるんじゃないかなということで。